山川温泉鉄道。山川温泉鉄道は、かつて、熊本県植木町、現、熊本市の植木駅と、同県山川市の山川駅の間を通っていた、鉄道路線、及びその運営事業者である。当初の名称を、か本鉄道と称した、温泉地として知られる山川を通る、唯一の鉄道路線であったが、開業間もなく、昭和恐慌の影響を受け、さらに、 山形と熊本市を結ぶバス路線が相次いで開設されたこともあって営業面では終始振るわなかった。このため競合バス会社の買収等の手段で山が熊本間にバス路線を開設し鉄道は貨物輸送に重点を置いて旅客輸送を減量するなどの手段で収支の安定化を図ったがバス部門は戦時中の交通統合により 九州産業交通への譲渡を容疑なくされた。戦後の1950年、昭和25年12月に、中型機動車を導入し、国鉄鹿児島本線への乗り入れ運行を開始して、熊本への直通を実現したが、1957年、昭和32年に水害により植木から植木長官の築堤が崩壊、直通運行が不可能になった。 上木町山賀間は復旧したものの、上木から上木町間は復旧を断念し休止し、バス代行輸送とした。二度の水害による打撃もあったことに加え、熊本山賀間のバス路線に必死著しく、利便性を欠いて、鉄道の利用は低下、末期的な経営状態となったことから、九百六十年、昭和三十五年に全区間が休止、九百六十五年、 昭和40年に廃止された。1953年、昭和28年6月15日当時、1956年、昭和31年5月2日当時、鉄道廃止に伴い、1965年、昭和40年2月に社名を地下鉄バス株式会社に改称し、貸切バス事業者となった。その後1971年、 昭和46年に至って、貸切バス事業を円故会社の地下鉄停車場、株式会社に移管。一時解散手続きにこうしたが後に中止して、線路跡地への自転車道、熊本県道、工術建設のための用地保全を目的とする法人となり、1974年、昭和49年に山賀自転車道株式会社に改称。1992年、 平成4年の自転車道完成後は、駅跡の用地での駐輪場運営などを行っている。地下鉄停車場株式会社は、鉄道廃止、事業整理に伴って、必要となった資金の調達などを行うことを目的に1960年、昭和35年11月に設立された法人で、鉄道廃止後は、山が駅の用地を取得して、自動車収所を設置し、 運営を行うこととなった。1971年、昭和46年には、地下鉄バス株式会社から、貸切バス事業の移管を受け、地下鉄交通株式会社に解消した。自動車教習所、貸切バス事業とも1992年、平成4年の時点では現在であったが、その後いずれの事業も廃止となる。なお、 法人そのものは不動産管理会社として2017年、平成29年現在も存続している。開業時は、蒸気機関車、第二本機動鉄工部製のタンク機関車2両と、客車、岡部鉄工所、福岡製、ボギー客車3両で、旅客営業を始めた。1928年、昭和3年に、バスの台頭に対抗して合理化。 列車増発のため機動車の導入を図り、丸山車両と梅鉢鉄工所、後の帝国車両で合計3両のガソリンカーを新造した。丸山製の2両は片運転台で一方のみ進行する単単式であり、日本の機動車としては初めて独立した優待置き場を設置した車両であった。また梅鉢製の1両は当時最先端の両側運転台車だったが、 フリクション変速機による動力伝達等に欠陥があり、早期に回収された。起動車導入により列車増発が図られたが、これら3両はいずれも簡易な木造車な上、日本でもごく初期の起動車で未熟な欠陥も多く、数年間のうちに全体の老朽化が進行して、長期の使用に耐えなくった。同時期に旅客輸送はバス重視とする方針転換がなされ、 1934年、昭和9年12月には、機動車列車が廃止されて、旅客列車は、蒸気機関車牽引列車4往復のみという、大幅減量ダイヤとなった。不要となった機動車3両は、1935年、昭和10年に、佐賀電気軌道に売却処分、愛前後して、客車3両をも、遊園鉄道や南札鉄道に売却してまで、経営立て直しを図った。 同年5月に当局からガソリン動力廃止認可を受けている。戦後再び来年動力併用認可を得て、国鉄機波4万 1500KL 以の機動車2両を導入し、熊本乗り入れに充当した。並行する九州参考バスとの対抗上極力運行本数を多くする必要があり、エンジン、車軸などに予備品を備えた上で、 常時二両使用予備者なしという異例の状態での国鉄直通運転が行われた。続いて、帝国車両に当時のトレンドである正面2枚窓の湘南型スタイルを持つ大型の機動車を発注したが、この車両を導入しないうちに1953年、昭和28年の水害による大被害を受け、新車をキャンセルせねばならなくなった注文流れの湘南型機動車は、 有田鉄道と茨城交通に引き取られ、それぞれ有田鉄道規派250と茨城交通規派401となった。切羽詰まった山賀温泉鉄道は1955年昭和30年に大阪市交通局から中古ボンネットバスの払い下げを受け、これを改造した単単式機動車2両を導入するという企策に出た。 このバスはもともと戦後の車両不足を補うため、新中軍から放出された GMC ウェポンキャリア、軍用トラックのシャーシにバスボディを仮装したという、白物で、その車輪を鉄道用車輪に取り替えて文字通りのレールバスとしたものである、実車の側面倉下にはレールバスという表記がなされていた。日本で自動車を一般旅客輸送用の機動車に改造した前例は、 大正時代の試作車両や軽便鉄道などに少数例があったが、戦後では、デュアルモードビークルを除くと、山賀温泉鉄道がほぼ唯一で、あ、末期の同社が、いかに経営的に急迫していたかを物語る、事例とされる。ところが1957年の水害により、熊本への連絡が立たれると、植木町山賀間だけでは2両で、十分でわずか2年で、使用休止となってまった。 同線で使用されていたコッペル製の蒸気機関車が、現在、千葉県奈良市の,市の袖ヶ浦東小学校に保存されている。同期は、茨城交通茨城線で使用されていたのを一時期、借りていたもの。茨城鉄道時代は、3、茨城交通時代は14、1951年、昭和26年に、川崎製鉄に移籍し、ニュース2になる。川鉄時代には、 蘇我駅から、川崎製鉄千葉製鉄所の間の千葉専用線で、資材を運ぶために使用れていたが、ディーゼル機関車に置き換えられ、廃車された。延べ8両が在籍。廃線後は県二条とされ、自転車道、熊本県道3 3十号熊本山が自転車、道線、愛称名、優香ファミリーロードとして整備された。なお、2000年の時点で、植木町、 日後トヨタと終点の山賀の3駅の駅舎が残存していたが、2012年までに、植木町、山賀両駅は解体された。1921年4月に山賀町三宅村間、約3マイルの延長不設願いを提出した。構想では、グルメ、約24マイルまでの延長でありその一部であった。1922年5月免許状が可付されたが、 山賀までの建設で余裕がなく採算工事延長願いを出していたが1930年7月執行となった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。